はい、おはようございます。浩平です。今日はですね、まあちょっともう、こうメンタル立て直そうとしている時に、まあなかなか、ショッキングなニュースが飛び込んできました。僕にとっては、むちゃくちゃ痛い。本当に痛い。今、アメリカに来て一番利用していたお店って言っていいんじゃないかな。はい、まあ僕だけじゃなくてね、まあ、結構影響している人は、アメリカに住んでる一般の人にも影響してること多いと思うんですけれども、今日はね、それについて言いたいと思うんですよ。はい、あるお店がね、まあ、全店舗、クローズすることに、なりました。はい、そのね、お店は何かっていうと、99センツストアというお店なんですよね。で、それって、まあ、どういったお店かっていうと、まあ、日本でいう、100円ショップみたいなね、お店なんですよ。で、このお店も、なんかどうやら全米というよりは西海岸の方だけなのかな、カリフォルニア中心にあるのかな、まあ、他の州にもね、あるとは思いますけれども、全米ではないみたいなんですけれども、ただ僕、ここのお店、むちゃくちゃ利用してたんで、かなりね、生活に支障が出るんですよ。ここに売ってないものを違うお店で買うっていうような感じだったんですよね。まあ、例えばその文具とか、まあそういったものもありますけれども、そこのお店ってそのお野菜とか、その果物とかも売ってて、僕結構利用してたんですよね。週1回ぐらいで利用してたかな。で、それがね、全店舗クローズするっていう、ちょっとまさかの、が入って、まあツイッターでもね、あげたら、まあそこそこ、まあ拡散されてたと思うんですけれども、まあやっぱ皆さん興味あったところなんじゃないでしょうか。で、もうね、閉店セールっていうのが昨日から始まってるのかな。で、ちょっとやばいと思って、今買える分だけ買おうと思ってね、まあとりあえずお店の中をね、ちょっとまず、今どれだけ残ってるのかというのを、ちょっとケチャップとかもね、買いだめとかちょっとしたいなと思って、まああるのかわかりませんけど、まあ今これね、その駐車場に来てるんですけれども、車いっぱいなんですよね。はい。99センツストアさんのね、駐車場にいるんですけども、車いっぱいだから、これ全部あそこの店に行くところだと思うんですよね。まあ、とりあえずね、行ってきたいと思います。はい、来るんだったらね、多分朝一で来ないといけなかったかな。すごい人だと思うんですよね。はい。いつもはね、こんなにも車は入ってないんですよ。はい、今ね、来てるのがお昼っていうこともあるのかもしれませんけれども、いや残念ですね。本当になくなるのかよっていう気持ちなんですが。いやーすごい人です。はい、ね、車輪のついているカートがないんですよね。だからもうみんな持ってってるって感じなんでしょう。とりあえずカゴがあったんで、あ、ケチャップあった。あ、これなんかはね、もう99セントじゃなく30セント上がってるんですけど、とんでも安いんですよ。ちょっといくつか買おう。すごい人です。はい、僕のね、飼っていた犬のピーナッツのお菓子なんかもね、よくここで買ってたんですよ。なんかちょっともう荒らされた感みたいになってる。はい、なんかいろいろすごいことになってますね。お、20% オフか。はい、トマトなんかはね、1ドル69セントなんで、普通のお店よりは明らかに安いです。まあ、99セントではないんですけれども、4つ入って1ドル69セントですね。こんな風にね、チーズとかね、こういったものも売ってるんですよね。はい、なんかヤクルトみたいなやつとか、飲み物もね、売ってます。まあもちろん、まあ、全部がね99セントではないんですけれども、まあお得だったりするんですよね、食べ物に、商品によっては。はい、こういうね、ドレッシングなんかもね、割とちょっと安めで売ってますね。他のスーパーより、僕が行くスーパーよりはもう明らかに安め。はい、マスタード買おうかな。
はい、僕ねちょっとからし代わりにちょっとマスタードをよく使うことがあるんで、これも99セントという、絶対お得。はい、見てるとねなんか 10% オフっていうのがね、いっぱい出てますね。それほど急いで早くもうクローズさせようっていう感じなんでしょうか。はい、はい、僕ねあのちょっとカップラーメンとかは食べないですけど、そういうのも売ってます。これだとだから49セント約50セントなんで激安ですよね。はい、アメリカでは珍しいんじゃないでしょうかこの値段っていうのは。これは99セントラーメン多いみたいですね。はい、お野菜なんかもね結構種類はそれなりにあるんですよ。まあ、これだとネギですね、まあ、人参とか、キャベツとかね99セント約150円、今のレートだと。おもちゃなんかもね結構売っているんですよ。もうこれだと 20% オフっていう感じで、はい、なんかいろいろちょっと散らかってる感じになってる、まあ、みんなもうバーって買ってってるっていう状態なんでしょうね。もういいものはサクサク。あ、キャンディーなんかも、ただでさえ安いのに 10% オフとかなってますね。いや、アメリカのねお菓子をねあの日本のまあおいとかめいとかに、まあ、あげると、まあ、喜ばれたりしてよく買ってったんですけど、もうそういうのもなくなっちゃう、寂しいですね。ちょっとね他のスーパーでもあることあるんですよ。けどね値段が本当に違うんですよねスーパーによって。あ、残念だ。はい、サングラスなんかは1つ1ドル49セントみたいです。はい、まあそんな悪くないんじゃないでしょうか。はい、食器のね食器の洗剤なんかもありますね。ちょっといくつか買いだめしましょうかね、まあ、絶対使うもんなんで、まあ、どうせ買うなら大きい方がいいっていう。はい、お店のねあの中なんですけれども、もうめちゃくちゃ混んでました。もういいものはもう取り合いみたいになっちゃってて、やっぱりみんなもう焦って今閉まるっていう感じでねガーッと人が、来てるんでしょうね。はい、僕のねまあ、今日、ちなみに買った合計金額は、まあ、24ドルかなですんで、まあ、3600円とか3700円ぐらいです。はい、まあ割とお得ですね。まあケチャップばっかりね、ケチャップちょっと大量に買い込めるからね、そんな一気には使わないですけれども、まあそういったものとかね、まあちょいちょい買ったりしてそれぐらいの値段でした。はい、まあこれねあのちなみに、CEO もねちょっと声明で発表しているらしいんですよ。まあ今回の、まあ営業継続が、不可能になったっていう、まあ、理由、まあ、それがなんかそのコロナパンデミック、コロナを含め、まあ過去数年間の売り上げが落ち、消費者の求めるものの変化や、止まらぬインフレの圧力が影響したと、まあいうこと、みたいです。うん。まあ僕もね、まあ今日、まあもう本当何年間もずっと利用して、アメリカ来てね、利用してる、来てるお店なんですけれども、まあここ最近の本当にその物価の高さ、他と比べて、まあ多少はね30セントとかまあ50円60円とか上がってたとしても、やっぱりそれでも安かったんですよ。でよくこれで利益出てるなーとかずっと思ってはいたんですよね。でねそのやっぱりまあこの閉店完全閉店にしないといけない理由ね、やっぱ仕入れ値が高くなってるとかそういうのもあるでしょうし、であと最低賃金もやっぱりどんどん上がっていくっていうことで、もうスパッとまあ完全にまあクローズするっていうことをまあ決められたんでしょうかね。うん、まあこのお店なんかもまあいい例だと思うんですけれども、そういう安さを売りにしてるお店っていうのはやっぱりめちゃくちゃきついと思うんですよ。で僕ね、僕の個人的な願いを言うと、まああとちょっとぐらい値段上げてでもいいからまあ残してほしいとか、まあそういうのも、個人的には思うんですけれども、そうするとまあその99セントっていうもう名前もそういう名前やし、そう安さ売りにしてるわけですから、他のお店とのね
差別化っていうのがやっぱ難しいだろうなっていうのも、まあ思うんですよね。だって安さを売りにしてるわけですから、それが他の店と、まあ、近づいてきたら、あまり意味が変わらなくなっちゃう。で、まあ、こう最低賃金はどんどん、まあ、すごい勢いで上がっていくわけで、まあ、それだったらっていうこともあるのかなと思いました。ね、あと、まあ、家賃とかそういったコストも上がってくるでしょうし。はい、今日はですね、まあ、僕にとってはもう非常に大きい、まあ、ニュース、他の見ている人も何人かすごい影響している人はいるんじゃないのかな。うん。まあ、こういったお店ね、利用しない人は、まあ、あんまりと思うかもしれませんけれども、またこういった安さ売りにしてるお店とかは、こんな感じでクローズしていくのかも、わかりません。まあ、その辺もね、また、僕も個人的な生活を通じてお伝えしていければな、と思っております。はい、ではですね、今日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。